テレポ。こちらの牛のハラミに牛のロースやカルビ、そしてこの牛のステーキだけではなく、豚や鶏、そしてこういったサラダなどが食べ放題のコースなんですが、こちら例えば毎日食べたとしても月1万1000円というサービスを牛角が始めたんです。早速いただきます。焼肉が月1万1000円で食べ放題、この破格のサービスを展開しているのは焼肉チェーンの牛角。1人3828円で90分食べ放題のこちらのコースを毎日食べに来ても月1万1000円の定額になるプランが登場。月3回来れば元が取れます。また仮に30日毎日通えば1日あたりたったの367円で焼肉食べ放題を楽しめる計算になります。月々定額で利用できるサブスクリプション、いわゆるサブスクは音楽や動画配信から始まり、今や外食産業にまで広がりつつあります。開店直後でお客さんが続々と入ってきたんですが、今いるお客さん全てサブスク、定額制のサービスを利用しているということなんです。取材当日は開店から2時間でおよそ8割もの客がサブスクを利用していました。どこで知りました？これ昨日ツイッターで知りました。ツイッターを見て、はい、先日ですね、こちらツイッター上でとある人がですね、この牛角のこのサブスクのプランは衝撃的すぎたとツイートしたところ、現在 5.7 万件のいいねがついているということで、ちょっとネット上でバズりまして、それを見た人たちがこのように新しくサブスクを購入してお店に詰めかけているという状況のようなんです。1ヶ月で何回食べられるかチャレンジしようかと。1ヶ月1枚10回で1100円、20回だと550円、それにもチャレンジです。あ、僕今糖質制限してて、ね、あのどうせ普段から肉しか食ってないんで、だったらこっちの方がお得だなと思ったって感じです。実際1ヶ月すごいたくさん通うと思ってて毎日来たいよね。このサブスク採算は取れるのでしょうか？まあ、採算に関してはこれから見ていくような形ですね。で、まあ、週に5日間来られる方もいらっしゃいますし、まあ、あの2日おきにいらっしゃるお客様など様々です。週に5日、はい、来られると大変なんじゃないですか、店側としては。そうですね、まあ大変ということはなくてですね、もともとの理由がたくさん来ていただきたい。大体焼肉って2ヶ月から3ヶ月に1度ぐらいのご利用なんですけれども、まあ、1ヶ月に2度3度ご利用いただいて、より牛角を好きになっていただきたいな。現在このサブスクはこちらの赤坂店と三軒茶屋店、千葉の花見川店の3店舗で試験導入中で、今後採算性を見極め全国展開を狙うといいます。だいたい3ヶ月から半年ぐらいのスパンを見ていろいろ数字を出していきたいなと、まあ、検証していきたいなと思っておりまして、まあ、その試行錯誤をしながら、まあ、ゆくゆくはより多くのお客様に楽しんでいただけるような形にできればなと思っています。さらにサブスクのプランは他にも、こちらのアルコールソフトドリンク飲み放題が1628円で、あとはカルビ専用ご飯というものですね、こちらなんですけれども385円で1ヶ月間食べ放題。こちらの2つのプランは他に2つの商品の注文が必要。一方食べ放題プランは使用条件はありません。ただ食べ放題、はい、もちろん食べ放題のコースの中から食べたらその日はもう追加料金なしだと思うんですけど、もちろん何かこうビールとかを飲めばその分は追加で料金は発生するということですよね。そうですね。なるほど。まあ、そこで個人的に気になるのがですね、この2つのプランを同時に申し込んで、つまり月12628円を払えば、まあ、食べ放題でかつ飲み放題、
じゃあこのコースを頼んでビールの飲みまくっても追加料金発生しないってなるのかなと思ったんですけど、その辺はどうなんですか。そうですね、こちらに関してはお一つ、二つ併用ができないというような形にさせていただいてます。これパス1、パス2、パス3とありますけれども、はい、原則はこの一つだけというところですね。はい、じゃあまあお店側としては本当もこの価格大丈夫な、1万1000円大丈夫なと思ったんですけれども、まあこの牛角のコースを頼んでもらって、あとは飲み物を何杯か飲んでもらえたら、まあありがたいなっていう。そうですね、そちらはありがたいですね。はい、なるほど。食べ放題と飲み放題プランの併用はできないのでご注意を。最後にこのサブスクにかける担当者の思いを聞きました。焼肉が毎日食べられるっていう、その子供の頃に描いたようなちょっと夢みたいなものが一つ叶えられるのかなっていうところですね。はい、焼肉をより日常にできるというところです。